Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。世界最高の旅先の一つにタイが選ばれています。労働省は観光業の人材不足に懸念を表明しています。製造業がコスト削減のために再生可能エネルギーへの移行を要請しています。保健大臣は、タイはコロナからの迅速な回復を遂げていると説明しています。それではまず、はじめのニュースです。世界最高の旅行先の一つにタイが選ばれています。世界的なニュースやライフスタイルを発信するウェブサイト、インサイダーの報道によりますと、タイが2023年、世界で最も旅行しやすい場所、23カ所のうちの1カ所に選ばれていることが明らかになりました。アヌチャ政府報道官は、タイが最高の旅行先リストに入った理由として、タイの伝統的な新年の祭り、水かけソンクラン祭りなど一年中興味深いお祭りがあることを挙げています。2023年初めにタイで開催されるのは、アメリカのヒップホップ音楽フェスティバル、ローリングラウドで、4月にチョンブリー県パタヤのレジェンドサイアム遊園地で開催されます。さらにバンコクには多くの高級ホテルがあります。またタイは買い物好き、グルメ好きにもたまらない国となっていると説明しています。アヌチャン報道官はプラユット首相の言葉を引用し、タイは魅力的な観光地のため、外国人観光客の間で人気のある旅先であり続けている。これはタイに対する観光客の信頼と観光資源の大きな可能性を反映していると述べています。タイは2023年少なくとも2000万人の外国人観光客を迎える見込みで、これにより地方にも所得が分配され、タイ経済が持続的に前進することが期待されています。一方、トライスリー政府副報道官は、タイランド E ビザがより多くの外国人旅行者の来訪を促すと信じています。外務省は外国人のタイへの観光ビザ申請を容易にするため E ビザシステムを開発しました。このシステムは観光ビザの申請、監視、支払いをオンラインで行うことができるプラットフォームで、各国のタイ大使館や領事館にわざわざ出向く必要がありません。E ビザはシングル、マルチ、エントリーの観光ビザの申請ができます。申請が承認されると確認メールが申請者に送信されます。外務省では、旅行する準備ができたら確認メールのコピーを印刷して持参するよう呼びかけています。
これはタイを旅行する際、入国管理局での手続きをスムーズにするとしています。次のニュースです。労働省は観光業の人材不足に懸念を表明しています。労働省はタイが多くの外国人旅行者を迎え入れる中、観光産業における人材不足に懸念を表明しました。文長府事務次官は先日、タイホテル協会、プーケット観光協会、タイ旅行業協会など関連機関と会談し、観光業界の人手不足について話し合ったことを明らかにしました。タイホテル協会によりますと、五つ星ホテルでは、年末年始の宿泊客を迎えるのに十分な人手がある一方で、四つ星、三つ星ホテルでは人手不足に直面し、サービス業務に支障が出ていると報告しています。これらの観光関連機関は、今後外国人観光客がさらに増加すると、人手不足はより深刻な問題になると懸念を表明しています。一方、タイ旅行業協会は、外国人が続々と入国する中、ツアーガイドの不足を懸念しています。同協会は人手不足を解消するために、外国人がツアーガイドとして働けるようにする法改正を提案しました。文長府事務次官は、長期的なこの問題に対処するため、技能開発省が観光とホスピタリティを学ぶ最終学年の学生をスキルアップさせるプログラムを立ち上げると述べました。技能開発省は、観光分野の企業と協力して、卒業時に学生らを直ちに雇用し、企業に観光産業向けの熟練した従業員を提供する計画です。技能開発省は最近、観光業界の人手不足に関する調査を実施しました。この中で60件、3万2359事業者のうち、事業者1817、合計9763人が事業のために労働者を必要としていることが判明しました。特にプーケット県、チェンマイ県、チョンブリー県、アンガー県、スラタニー県の観光地5県で労働力が不足しています。雇用種目としては、受付、ポーター、ウェイター、清掃員やハウスメイド、料理人、キッチンスタッフ、レジ係、会計係などの労働力を求めています。次のニュースです。製造業がコスト削減のために再生可能エネルギーへの移行を要請しています。産業省は製造業が再生可能エネルギーに真剣に取り組むことの重要性を強調し、企業の注意を喚起する重要な要因として電気料金の上昇を強調しました。産業経済局は電気料金の上昇による経済的負担を軽減するために産業界では再生可能エネルギーへの転換を検討するべきであると求めています。バイオマスや太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用は、電力使用量の効率的な管理とともに、コスト削減のために実施されるべきだと指摘しています。わらわん局長は、政府は電気料金の上昇がビジネスに影響を与えることを認識しているが、エネルギー規制委員会は電気料金の引き上げを 20.5% をわずかに 10% に減らすことしかできないと述べました。電気料金の引き上げは1ユニットあたり 4.72 バーツから 5.33 バーツになり、業種によって様々な製造コストの上昇を招くことになると懸念されています。燃料価格は電気料金の重要な要素であり、国内のエネルギー生成のための燃料費によって決定されます。タイの燃料価格は近隣諸国と比較しても高く、産業経済局の報告によりますと、シンガポール、フィリピンに次いで ASEAN で3番目となっています。タイ工業連盟もタイの燃料費に関して懸念を表明し、エネルギー価格の高騰が外国からの投資を抑制したり、メーカーがタイでの既存のビジネス契約をキャンセルせざるを得なくなる可能性を強調しています。次のニュースです。保健大臣はタイはコロナからの迅速な回復を遂げていると説明しています。アルティン副首相兼保健大臣は、ASEAN諸国の緊密な協力が新型コロナのパンデミックから迅速な回復をタイにもたらしていると述べています。アルティン保健大臣は、
2022年1月17日から18日にかけ、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムの年次総会で、医療システムの変革と ASEAN の権威力という2つのセッションに参加しました。世界経済フォーラム2023は1月16日から20日にかけ開催され、今年のテーマは分断された世界における協力でした。アルディン保健大臣は、激しい地政学的競争の中で ASEAN の役割と世界の安定と繁栄、そして地域協力への貢献という課題について、他の参加者と意見を交わし、 ASEAN の形成を地理的に見ると、我々は西と東を結ぶ唯一の地域で、 ASEAN 地域を通らずして東半球を通り抜けることは誰にもできないと ASEAN の重要性を強調しました。また ASEAN は地域全体を競争力のあるものにするために手を結ぶべきだと呼びかけ、世界的な紛争やコロナ危機の中でもうまく適応してきたことを評価しました。ASEAN は緊密な協力関係により、さまざまな課題に効果的に対処することができたと述べています。 ASEAN の諸国は、タイを公衆衛生、緊急事態、新興感染 ASEAN センターの設立国に選びましたが、これはタイの強力な公衆衛生インフラとコロナへの効果的な対応が評価されたものだと説明しました。アルティン保健大臣は、タイが国民の健康管理と国の経済のバランスを取ってきたことを改めて強調し、公衆衛生の脅威があっても経済は前進し続けなければならないと主張しました。タイは全ての外国人旅行者を平等に疾病対策を守りながら歓迎し続けているとして、タイへの観光を呼びかけました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。世界最高の旅行先の一つにタイが選ばれています。労働省は観光業の人材不足に懸念を表明しています。製造業がコスト削減のために再生可能エネルギーへの移行を要請しています。保健大臣は、タイはコロナからの迅速な回復を遂げていると説明しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は、毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.